かのお誕生日ということで、箱根に一泊旅行に行きます。そしてなんと翌日はフレブルライブです。いただきます。これね、今日のお宿に着きました。入り口です、ここは。はい、本日のお宿に着きました。じゃん。パパのお誕生日の日なので、今日がバースデー仕様にしてもらいました。お祝いのシャンパン付き。見て、イラストまで描いてくれて素敵。はい、そして早くもゴロスリ中。ぐーちゃん、あのさね、カフェマットの足まだ何も敷いてないの。ちょっと早いです。で、今回めっちゃ広い、スーパー広い。しかもなんか一軒家みたいな感じ。なんつったらいいんだろうね。すごくない？天井も高いの。わかるかな、こういう感じで。ちなみに客室露天がついていて、ジュン、こんな感じ。多分箱根にあるから温泉が出てくるんちゃうかな。で、じゃん、お外も見て、この眺め。じゃん、素敵すぎる、素敵すぎるよ。紅葉してるじゃん。これで遊ぼうよ。今だって貸し切りだよ、これ。いや、ボールちょうだい。遊ばん。遊ばんのか。そうかい、そうかい。おにゃ、おえない。ふうちゃん。ねえ。なんじゃ、ほえんの。どうすんの、帰んの。ほらねえ。なんもおらんって。帰る？しゃあない。広いお家だね。ぐーちゃん、ボール投げ放題だよ。転がし放題。やばくない？ほら。行くよ、ほら。ぐーちゃん、ボール持ってきてよ。ぐーちゃんのご飯です。あげます。今日はね、サーモン、うん、それ刺身醤油。はい、召し上がれ。食べるよ。おいしい。やった。はや、ぶーちゃんもう食べ終わっちゃったの。はい、おめでとう。封してください。いくよ、せーの。おめでとう。
綺麗、かわいい天気だね。もうクリームだけ舐めたらもう。ねえ、ね、おめでとう。美味しそう、ケーキ、かわいい。やったね。もうねんねしてください。ゆかさんついてるしさ、贅沢だよ。マジ床あったかい。ほんと床暖ある家に引っ越せばよかったって。もうね。床暖最高だね、ぼっちゃん。あったかい、あったかいご飯。いい匂い。ママたちが食べてる時にまた食べてください。一緒に食べる。ちょっと痩せといたしますね。すごーい。豪華じゃ。ずっと見てる。ずっと見てるの。いいね、いいね。ずっと見てんのね。美味しそうだね。ぶーちゃんのもちゃんとあるよ。ぶーちゃんもあるって。ねえねえ待って待って、あんたさ机乗るでしょ、やめて。もうここにいて、ここにご飯さ、よし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 、これから山の中で、今日は山の中ですか。そうです、フレブルのイベントがありまして。本当ですか。そうなんですよ。どちらですか。あの山中湖キララプラザ、なんだっけ、キラキララ、そうです、キララなんちゃらで、そこちょうど、はい、もみじ祭りがありますもんね。そうなんですね。そこ結構綺麗ですよ、今。やった、ぶーちゃん、じゃあもみじ見れるね。ね。本日こちら陶板の上には足の下地が乗せてあります。温めて召し上がりください。はい。真ん中の小鍋、本日はお野菜とバターの出汁を使った温やっこでございます。沸騰するまで少々お待ちくださいませ。では、ご飯の味噌汁、おかわりはございますので、お待ちいただければお待ちいたします。はい。お食事済みましたら、同じく連絡していただければお願いします。はい。じゃあ、今日からアンケートでございます。はい、ありがとうございます。ゆっくり召し上がりくださいませ。はい。はい、ぶーちゃんの準備整いました。今からフレブルライブ行くぞー。楽しもうね。お友達いっぱい作って買ってこようね。作る気ないって。